昔の方が良かったと嘆くばかりの、解雇中、と言われてしまうのは承知の上で、どうしても言わせてもらいたい。やっぱり金大地役は、どうもとつよしがいい。透明漫画のドラマ化で、何わ男子、道枝俊介が主人公、金大地はじめ、金大地はじめ、を演じた、金大地少年の事件簿、日本テレビ系、が、7月3日に最終話を迎えた。霊探偵、金大地孝介の孫である金大地少年が、 高校生ながら類いまれなる推理力で、数々の難解な殺人事件を解決していく作品。ある、これまでに近畿キ,キッズ、k 堂本つよし、嵐、松本潤、カトゥーン、亀梨和也、衛星ジャンプ、山田涼介という、ジャニーズ事務所のエースタレントが主演を務めてきており、道枝が5代目となる伝統あるシリーズだ。 第9話と最終話、第10話で書かれたのは、オペラ座館ファントムの殺人。舞台、オペラ座の怪人をモチーフに、劇団員たちが次々に殺されていくというストーリーだった。ある、至るところに、荒が見えてしまった最終話。 筆者は以前、同ドラマに対し、役者たちがオーバーな感情表現や大げさなジェスチャーでチャチン演技をしており、まるで学芸会のようだと評したが、それは最終話でも健在。また、学芸会演技以外にも気になることが多かったので、例を挙げていきたい。まずは、今回の事件の密室トリックで重要な役割を持つ鍵について、 金大地たちが鍵を見張っていたところ、鍵袋に毒雲が入っていたため、焼き殺そうと金大地が暖炉の火の中に投げ込むシーンがあった。ある、鍵も一緒に投げ込んでしまったため、暖炉の火が消えるまで2から3時間は鍵が取り出せないということで、一度納得していたのが、いやいや、ちょっと待ってほしい。暖炉の火を消せばすぐに取り出せますよ。その鍵は、 犯人かもしれない人物を閉じ込めていた鍵で、超重要アイテムだったのに、2から3時間も放置。そのせいで新たな殺人が起きてしまうのだ。実は2から3時間放置させることが真犯人のトリックの肝だったのだが、それって運に頼りすぎていないか。 ある、金大地がなんとか毒雲だけ暖炉に投げ込んだかもしれないし、暖炉ではなく窓から外に逃がしたかもしれない。もし金大地がそうしていれば、真犯人の計画はおじゃんだったのだ。このトリックは原作通りだろうから、ドラマの制作人に火はないのかもしれないが、明らかに制作人の手抜きと思えるシーンもあった。 真犯人が殺した被害者の手首から先を切断して所持しており、ある場所に置いておくシーンがあるのだが、その手があまりにも安っぽく作り物感がすごいのだ。ある、真犯人がその手をひると、流量が軽いためかゴム製品のようにバウンドしてしまっていて、明らかに偽物。 もちろんドラマで本物の手を使うなんてことはできないから、作り物であることは視聴者全員知っているわけだが、それにしたってひどすぎる出来栄え。せめてチープさが少しでも軽減するように、放った手が弾んでしまったシーンは NG にして、そっと置くように取り直すくらいの労力は費やして欲しかった。